シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなきゃ、アンセル初降臨やっていくってやつぜ。さあ、正しくはやってきたんだが、さすがに、強烈の初降臨をずっと喋りながら難しいから、まあ、いつも初降臨だけは後付け実況やらせてもらってるぜ。さあ、やっていこうか。で、今回、まあ、感想、先に言わせてもらうと、まあ、コンプレックスと同じぐらいな難易度。本当に自分の中ではもうジャストぐらいな。ちょうど一緒。よくこんなの作れたなっていうぐらいのちょうどいい感じになってるんだが、で、はじめ、運枠としてサモジロを使ってたわけ。まあ、サモジロ俺運枠じゃねえんだ、運曲じゃねえんだが、まあ、使ってたんだが、あまりにも勝てねえから、まあ、あまりにもつうか、2回やって30分経って、3回目で、これトライブパルスいいんじゃねえかと思って、まあ、ギミック対応したトライブパルス探したらこいついたから、連れて行ってるってやつよ。で、このギミックとしては、まあ、光の魔導士と闇の魔導士が出てきて、こいつらを順番通り倒す、まあ、順番通りって語弊があるんだが、セスラと違って、この3匹、まあ、いるじゃないか、今。この中で、最後に倒したのが、光なら OK。要するに、残りが残ってても OK なのよ。だから、今、右の魔導士だけ倒して、左の黒と黄色の魔導士が残った場合でも、敵は弱体化する。そう。防御ダウンをするから、あとは、その弱点をババってつく。で、これが、直殴りでは無理で、あの、ビジョンベースに入った分身たちのみ、敵に攻撃を当てることができる。というシステムになってんのよ。でも、さっき言った通り、カズラのトライパルスは魔導士を倒すことができると。なんかそれをうまく駆使して、防御ダウンをさせて、入って、ズバズバズバッとやるのが今回の、まあ、ギミックだったわけね。で、これがやっぱりよ、なんかパズルを解くみてえな、まあ、言えば、コンプレックスのスイッチと同じような、頭悩まされる、もう、体中熱くなるような、まあ、クエストだったで。で、ちょっと説明していくと、このカズラ、すげえ評価上げてるが、案外そうでもねえような気がしてきてよ。こいつ一回目入れて行っちまったからよくわかんねえんだが、後でもう一回行って勝った時にすげえわかったのが、この魔導士を倒してくれる。その時に、必ずしも防御ダウンでやってくれるとは限らねえ。最後に黄色の魔導士を倒してくれるとは限らねえ。一回目のボス戦まで、二回目か、ボス戦まではいい感じに、防御ダウンばっかしてくれて、すげえ、あ、すげえと思ったんだが、ボス戦からよ、なんか普通に、防御アップしてね、みたいな。最後に闇魔導士倒せねえと。なんか、システム上、うまい具合に、黄色だけ残して、最後やってくれんのかなと思ったが、案外そういうわけでもなくてよ。もう普通に倒しちまう。防御アップして、最後に黒魔導士倒して防御アップしまうのよ。だから、これ、普通に撃った時に、あ、これで勝利できるかなって打ったら、カツラに当たって、なんか普通に処理されて、あれみたいな、防御アップしまったっていう時があったのよ。だから、そういう場合があるから、案外邪魔になるかもしれねえ。で、初日でどうしても勝てねえって時にこいつに気づいていったのがちょうどよかったのかもしれなくて、まあ、周回となると、逆にちょっと迷ってくる感じがあるんだが、まあ、それでも確定でいいとこがあって、まずこのクエストは、まあ頑張れば、はじめ用意された魔導士を全部倒すことはできるんだが、まあ、結構難しいわけね。まあボスとかだったら、はじめ用意された魔導士は1体とか少ねえから、まあやりやすいんだが、その後に全部出てきて4体ぐらいいる状態の時、その時が結構めんどくさくてよ。一回、まあリセットして、まあ、3体ぐらいに蘇生しなきゃいけないわけ。で、それをこのカツラに当たるだけで全部倒せるわけ。これ見といて見といてよ。このパワー！こうなっちまうのよ。すごくね、これ。で、この場合は、あの、防御ダウンした。で、ちょっとわからねえんだが、このクエストの、このバトル4だけ、カツラ当たると確定で防御ダウンするのよ。だから、あの、魔導士がちょっとでかいのが意味あんのかな。これ2回目の時も、あの、絶対に真ん中が残ったから、最後まで。だから、ここだけは、めちゃくちゃ強い。で、周回してて思ったが、やっぱりここ一番難しいんだねっていうぐらい。ああ、そこまでないか。急ぐと、下のなんか、なんだっけ、信号機か。信号機を処理せずに行こうと頑張っちまって、信号機残ってやられるみたいな。なんか、あそこの対策ができれば、なんとかいいかもしれねえ。だから、その分ちょっと強かったのかなってのもあるけど、で、ここは、かなり、簡単。まあ、サービスステージ、サービスエリア。それ違うか。これ、左入ると、右の魔導士、倒せんだが、今ちょっとミスったけど、これ、左に入ることによって、左だったっけ今。
この場合どうしようか。そう、この場合は一番右にいるから、入ったとこからはビジョンベースから分身は出てこねえ。だから魔導士、闇魔導士をすぐに倒すことは絶対ねえ。というふうに考えて処理していくわけ。ちょっと、雑魚全員消えたけど。あとよ、これさっきのところ、俺の予想と全く合ってねえか。で俺今回予想動画上げたわけよ。1日前に。で、2万再生くらいされたんだが、あれちょっと待って。やばくね。あれ結構当たってんのよ。俺ちょっとマジでびっくりして、カエサルはいらねえとか言ったじゃねえか、動画で。で、さらに、内部弱点。貫通タイプ優遇とか言ったじゃねえか。いや、マジよ。びっくりしたわ。え、あれ見て対策した人相当よく、うまくいったんじゃないの？いやー、あれはちょっとよ。びっくり。本当に。じゃ、なぜあれ当てれたかっつうとよ。まあ、要するに運営がカエサル使わせるわけねえだろっていう、まあ、そういうちょっと変な気持ちと、かつ、まあ、適性の少なさ。からそういう風に考えた。で、あと3日間ぐらいずっと考えた。キャノンベースじゃねえか、ビジョンベース使わせる、どうやったらギミック楽しいかなと。ただ単純に面白いやつで考えると、まあ、あれしかなかったんだよな。だからちょっと予想今度から頑張ろうと思う。本当に面白かった。まあ要するに俺たちが楽しいと思わせる、まあ、俺たちが有利になるやつよりもどんどん離れていったもの、さらに適性が狭いもの、かつ面白いものを探せば、まあ、当たるんじゃねえかという感じだな。で、ちょっとボスステージ入ったのに全然解説できてねえが、このボスステージで結構重要なのが、まあ、常に雑魚を、魔導士を倒す、魔導士を全力で倒す全部で、意外と場所によってはブロックを外すことによって、あ、で、これ、この動きがめちゃくちゃ簡単。で、今ちょっと倒しましたが、こういう感じで全部倒すことによって、まあ、リセットして、で、出てきたやつを確実に倒し。で、さっきも言ったが、なんか意外とブロックを外すというギミックに気づいてないことが多い。で、ブロックを外すことによって、例えば、今回真ん中の上にクロマ投資が復活しなかった場合、それは、縦貫すると、倒せるわけ。まあ、それは、ブロック外す関係ねえか。で、なんとか防御弾下がる。で、これ、魔導士を倒すのが相当難しい分、一回こういう風に倒したら、大ダメージを与えることできるから。ほら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 、半端ねえだろ、一回ダメージが。で、まあ、ガッチェスだったっけ、あれ。リゼラか。ガッチェスか。あれはそこまで処理する必要ねえけど、火種が十分痛えから。まあ、同じモンスター連れてきてねえ場合のみ一体ぐらい残しても大丈夫。で、これどうだったっけ？これが多分よ。右の魔導士に向かって撃った気がする。あ、撃ってない。全然撃ってない。で、ここなんだな。俺全然よ、カツラ生かしてねえのよ。で、次、右下のカツラ狙って、みんな倒せるから。トライパルスでババって、見とけ。あ、狙ってなかったっけ、俺。あ、狙ってねえな。あ、狙ったっけ。あ、ほらほら、こうやって、倒すから。ほら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 。これ強いだろ。で、一回リセットはされたものの、まあ、防御アップしちまった。まあ、向こうの方が遠いからかなのか、クロマ同士の方が。で、3匹。ここだったらもらったようなもんよ。で、多分これは、右壁打って、左入って、下から出てきて、ババって。そう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 。これ多分俺が得意ムーブなんだろうな、これは。ほぼこれで戦ったから。で、あとはもらったようなもんねな、これは。クーパー！うん、突破。さあ、まあ、こういう感じで、カツラがまあ、輝いたのか、ちょっとわからねえけど、最後まで、ここまでずっとカツラ疑ってるから、俺。で、このボス戦からはかなりのボーナスステージになってるぜ。で、ここはまあ、ボーナスステージなんだが、もうなんか、
全体的には簡単な部類に入るけど、めちゃくちゃ頭使う。めちゃくちゃ考えなきゃならねえ。で、今考えてるのが、出た、入った瞬間にすぐに闇の魔導士を2体倒せ。角度。かつ、光の魔導士に当たらねえ角度を探してんのよ。で、これちょっとどういうルールかはちょっとまだ分かってねえんだが、復活するときに、光の魔導士が2体で復活するときがあんのよ。だからそれをただ狙うために、全処理をまずするっていう戦法もあるな。さあ、めちゃくちゃ考えてるぜ。早く撃てよ、ちょっと。さあ、これでギリギリの角度狙ってんのか。ああ、ブロック外した。やるじゃねえか。さっきまでの自分褒めてる。で、これで2体。光の的押しかつ、ボスが防御ダウンしてる。まあ、攻めるのもいいけど、まあ、どうせ、上の3つから出るんだから、上の3つから、他の3つから出る以上、攻め勝つ、闇魔導士も先に倒す。そうすれば、まあ、途切れることなくダメージを与えることができる。で、今回は、ちょっとよ、闇の魔導士が復活しまったから、まあ考えてるな。まあでも敵はまだ6ターン。まあでもこれ、侮っちゃダメだ、ほんとに。刹那と一緒で、6ターンとかっても実質3ターンみたいなもんだからな。さあ、ここでもラッキー。光の魔導士復活。で、これはおそらくゲージを外して下から入って、下のワープが、ワープでね、ビジョンベースから出てきて、クロマ道士を倒した。さあ、ここでもらってんのもいいよ。で、これが俺の最大のミス。もうこれは剣が欲しいから、もう剣取りに行ったのよ。もうそうしたら、もう右配置になったってやつ、これが。まあ、前のやつで最後まで行ってたから、最後の配置知ってたから、やっちまったわと思って、こいつスピードだから左に帰ってくると思ったら、もう全然帰ってこねえ。こっち行ったら結構変わったと思ったんだけどよ。さあ、で、これ、めちゃくちゃ豪華パーティーみたいな豪華メンバー揃ってんだが、意外と上下のドラゴンのやつの名前、テポンかな、あいつが柔らけえから、まあ、早めに防御ダウンすると。で、今回、メタトロンアルファ、じゃねえ、メタトロンちゃんが、光の魔導士に SS 打つと、倒せるから。状況によっては、メタトロンの SS を光の魔導士に打って、防御ダウンを狙うという手もあるな。さあ、まず残っちまったが、まあ、かなり緊張してるだろうな、これは。どう打ったっけな。ああ、もうこれ多分適当ショット。そんなことはしねえか。うん、下跳ねて右返ってきて左ぐるって倒す感じか。で、これも失敗したけど倒さなかったラッキー。そんでここで、まあ2体の処理を多分したよな。くるっと回って弱点3つつく感じか。これはおお、あ、最後惜しかったな。防御アップした。で、今回は、結構よ、初グレ、俺準備したんだよな。あんまり準備しねえスタイルだったんだが、今回は、ちょっとよ、タナトスが使えるかと思って、サブのやつを、ちょっと育成したわ。いつもはそんなことしねえんだかよ。どうしても勝ちたかったから。で、これで SS をつけた。あんまり意味ねえ気もするけど。
で、これが、ゲージ外してねえよな。どうだったっけ、まあ、どっちでもいいんだけど、横勘でうっすら行くと、光の魔導士だけを倒すことができる。多分ゲージ外したよな、これは。かなりうっすらと生きてるし。悩んでんな。うん、こんな感じ、こんな感じ。で、左に帰ってきた本体が、魔導士行ったから、びっくりしたってやつね。で、意外と体力も怖かったんだよな、これ。一回目体力なかったら負けたからな。さあ、いい感じ、いい感じ。で、おそらくここで、メタドロンの SS を使って、光の魔導士を倒したはず。あ、違うわ、違うわ。もう全然大丈夫。もう防御ダウンしてるわ。全然覚えてねえ。マジで。やばいな。さあ、つうわけつうわけ、本当に。だいたい50分目ぐらいで勝ったっけな、これ。シャイ!もうちょっと早く勝ちたい。まあでも初見クリア俺結構苦手みたいだな、本当に。で、何ドロしたっけな ?3 ドロか。ま、つうわけよ。ありがとう。よかったらまた次の役で会おうぜ。参考にしてくれたらありがたいぜ。あばよ全く関係なかったよね。カツラ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。焼き印ってしかたねえ。